皆さんこんにちは、このカットは2000円でやりました。鈴木です。よろしくお願いします。今日はですね、ジャブの、まあ、打ち方というかジャブについて少しお話ししたいと思います。最初の時はね、どうしても顔に当てるだけとか、グローブに、相手のグローブに当てるだけになってしまって、ジャブの使い方をうまく、できてないというか、ジャブをうまく利用できてない、方がいますので、まずは、基本的なジャブの考え方を今日はやりたいと思います。まあ、ジャブですけど、最初に教えるのはグローブ、まあ、相手のグローブであったり、まあ、もしくは顔に ね当てるように、ね、したりします。で、まあ、ジャブに関してはやっぱり、それで攻撃をね、ダメージを与えるっていう技ではないので、どちらかというと次につなげる、ね、攻撃になってくるので、どれだけ相手に対してこのジャブで、まあ、意識を足したりね、体を動かしていくかっていうところだと思います。で、そうするには、ね、相手に対して、少しの恐怖を与えるジャブにしないといけないですね。そうすると、まあ、単純にグローブに当てるだけでは相手は何も怖くないんですよね。なので、まず相手の陣地ですね、相手の陣地、まあ、相手の陣地っていうのは基本的に、グローブから自分の顔のところですね。この辺りはやっぱり相手にとっても攻撃が入ってくると嫌な、場所になります。だからグローブがここで当たるよりも少しここに当たる方のが顔面に入ってなくても、こちらの方が多少効果的なジャブになります。要するに、まあ、ジャブを打つ時も、まあ、まあ相手だけでグローブ当ててもいいし、少し中に入るぐらいでもだいぶ変わってきます。もちろん、顔面に当たるようにステップにジャブでバンね、中に入って当てる時もありますけど、まあそれはお互いにね、距離が縮まるんで、崩しのジャブというね、攻撃のジャブになると思いますが、とにかく距離感を意識してまずやる。で、大事なのは、まあ、相手もいいんですけど、手でもいいんですけど、この前手と顔の間に入るぐらいのジャブは、打っていった方がいいですね。ここからが崩しになってくると思うんで、これは崩しになってないですね。これで崩しになりますね、相手はね。一気に防御とか顔面に意識が向かってきます。なので必ずこの奥行き、分かりやすく言えばグローブと顔の間のこの間に、まあ、ある程度最初は入れておいた方がいいと思います。であとは高さですね。高さ、まあ、やっぱりおでこにもね、当てれば顔はね上に上がることもあるし、そうですね、溝をちゃってで狙っていくこともねいいと思います。そして高さも上から下までねあるので、これも同じように相手のね陣地に入っていくと少しいい攻撃になってくると思います。なのでジャブ打つ時も、まあグローブ最初やっても上打ったり、ね、グローブやっても中打ったりねしながら、ね、相手の、中に入れるようなジャブをね。あとは左右ですね。左右なので、要するにこっち左から右、もっと言えばこっちね、外側からこっち外側までありますよね。ありますので、その打つ場所もね、奥のグローブ、真ん中ね、ちょっと外側ね、要するに、ジャブは、まあ、この当たる面、いろいろとあります。場所はいろいろとありますので、同じところばっかりこう打たないで、しっかりと上打ったり下打ったり左打ったり右打ったり、ね、その中でも相手の陣地の中、グローブと顔の間に入るようなジャブを打っていくと、相手は、意識がね、そのパンチに行くと思います。相手のグローブを打ちながら少しステップインしてもらうと、
こういう形で、顔に当たらなくてもある程度グローブと顔の間の陣地に入ることを入れることがすごく大事だと思うので、まあ、無駄なジャブというかあまり相手がね動かないジャブもしくは目的がないジャブは打たない方がいいと思います。例えば今打っているジャブが何を目的にしているかを明確にして打った方がいいですね。もちろんだからグローブのに狙って打つジャブが例えば距離を潰させないためにやっているっていう理由があれば別にそれはいいと思います。あくまでもまあ次の攻撃につなげるためにはしっかりと相手の陣地に入れる手がじゃないとなかなか相手も、ね、意識が入りません、ね、もちろんアッパーでも同じですよね。まあ利き手のジャブでも同じですよね。ちょっとフック気味のジャブ、ね、速いパンチポンポン速いパンチそれを、入れるときに必ずグローブと顔の間にやっていくっていうことですね。はい、そういうことでまあジャブ前手がうまく使うとね、すごい攻撃的にもね幅ができます。その使い方をできるだけ、明確な目的を持ってねやっていくのとあとは相手の顔とグローブの間陣地ですね相手の陣地に少しでもジャブを入れて、少しね意識をパンチに持っていかせることが大事です。パンチの意識をさせるためにね、前手のグローブをポン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 やってもね相手は、そのパンチに対してそんな恐怖も感じないし、ね、意識もしないです。意識をさせるのは少し当たる、まあ、恐怖というかね当たる感覚がないと相手は意識をしないので、ね、そこを、気をつけながらやってみてください。それではこの動画が良かったなと思っていただけたら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さよなら。